最初にですね、多様性のある中野を作る会の石坂渉さんのスピーチをお願いしたいと思います。よっ、大将渉頑張れよ。皆さんこんばんは。こんばんは。こんばんは。中野区在住の石坂渉です。新宿区民ではありませんが、しかし一人の都民としてどうしても言いたいことがあり、今回こちらに立たせていただきました。つい先日18日に出ました日刊スポーツで石原慎太郎現都知事の発言が記事に出ました。新宿2丁目が景観上よろしくないということで、歌舞伎町に次いで新宿2丁目を再開発する、そうした発言が掲載されました。しかしこの新宿2丁目は中野区民はもちろんのこと、新宿区民もその他東京に暮らすすべての人、いえ日本に住むすべてのレズビアン、ゲイ、トランスジェンダー、バイセクシャルにとっての心の拠り所です。この新宿2丁目を、新宿2丁目の人の声を聞かずに再開発をさせてしまって良いのでしょうか。こうした新宿2丁目を、今の新宿2丁目をみんなのものとして守るために、今知事として誰がふさわしいでしょうか。今の東京都知事の石原さんではないと私は思います。皆さんどうですか。この新宿2丁目、このいろいろな人がいろいろな地域から集まって、みんなが、すいません、みんながこうして集える場所、この新宿2丁目を浅野史郎さんと一緒に守っていきましょう。浅野史郎さんが、そして浅野史郎さんと一緒に我々がこの新宿2丁目を守っていかなければなりません。この新宿2丁目に夢を託したい石坂渉は、浅野史郎さんを心より応援いたします。以上です。ありがとうございます。スピーチありがとうございました。石坂渉さんでした。